早いな、早いな。じゃあ行きますね。すいません。もしもし。あ、もしもし。もしもし。はい、もしもし。もしもし。はい、もしもし。ケイコです。聞こえます?はい、聞こえます。聞こえますよ。はい。あ、はじめまして、大丈夫でしたか?はじめまして。あ、はじめまして。もしもし?もしもーし。もしもし。はいはい、聞こえてます。はい。はい。あ、もしお名前いただければ。いや、あの、先ほど言ってた。はい。あの、ヤクザがどうのこうのって話なんですけど。はいはいはい。それ本当の話なんですか?ヤクザがどういうことですか?いや、その、本当にその人と話したことなんですかね?何のことですか?いや、その山口組とか。はい。本人と話してたんですかね?え、何をですか?いや、前の YouTube の話とかなんですけど。はい。それは、本人と話して、で、その、今回のこの、喧嘩っていうのは、もう、終結するってことを前 YouTube で話してましたよね。はい。だから現在あれじゃないですか。あれこの間のネットとかも自分が言った通りの流れになってませんか。いや、なったっていうか、あの、それっていうのはもうその親戚の方と直接会ってお話しした話をこれ言って。直接は会わないですね。直接は会わないです。これテレパシーの話ですか?そうですね。自分とかは、そういう、あの、能力とか、やっぱりその、が高いので、みんな、親戚とかは。これ全部テレパシーの話なんですね。テレパシーだけじゃないですよね。そしたら自分、じゃあ、お名前もちょっといただいてもよろしいですか?偽名でも。一匹狼少年です。はい、一匹狼さんは、はい。一匹狼さんが、じゃあこの話を、ね、はい、ふざけてでもいいですけど、はい、じゃあ真剣に、はい。でも、この話を、この、ヤクザの、お偉いの話を、はい。はい、全国ネットというか世界配信じゃないですか、YouTube なんて。はい。はい。それができるかできないかって言ったら、できないと思うんですよね。そしたら、多分、普通ではいられないんじゃないですか?いや、そういうことになるじゃないですか。もう、ま、はい。その、だから、まあ、そこから推測するに、自分が言ってることは嘘じゃないっていうこととか、あと、YouTube で自分、フォローがたくさん入ってますよね。はい。いや、あの、そのこととかも、あの、この間のフラッシュのこととかの、ちょっと見たか、一匹狼さんが見たかわからないんですけど、大和ピュアネットラブさんとかが、フラッシュのことで、あの、小山慶吾、お前、あの、稲川誠二と親戚のっていうタイトルで見たの、見られました?柳川って方はご存知なんですか?柳川さんで自分知らないですね。あ、ご存知ではないって。はい。面識ないですね。逆に知られ、おし、ご知り合いなんですか?いや、あの、その、知り合いじゃないんですかってより、あの、これ全部、あの、すいません。テレパシーの話で、あの、聞いてた方がいいんですかね。その通りになってるっていうのは、どの風になってるんですかね、
集結するってことなんですね。はい。これからもう集結するってことなんですね。これ、知らないですか、はい、ですね、あれ、大魔さん